おざす、もっちゃんです。スマッシュです。ゆうたさです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムということで、今回は資源が足りないよ。どうやって貯めんの？イエイ！イエイ！足りない。ほんま足りないです。足りなかったね。これ金貨が足りなかったです。足りないですよね。あの戦闘してないヒデチョスでも足りない。そうですね。ちょっと先に離脱してしまったヒデチョスでも足りないです。なんならね、訓練もできないです。まあ訓練はもう、うん、ヒデチョスはそんな兵増やしてももったいないだけよ。あれ、ちょっと今焼かれた。いや、なんかめっちゃ焼かれてた。全然わけわからんけど。焼かれてたんじゃなくて、しばかれただけじゃん、はい、あ、そうか、しばかれただけそんなのわからないやつに金貨なんて必要あります？いや、訓練もできないんですよ。兵が死んでいく一方です。昨日ね、関所6の戦いがありまして、生配信をしてたんですけれども、はいはい、全然足りなかったですよね。そんな中、我々に資源をくださったドメインの方がおります。ありがとうございます、はい、ドピオさん、ありがとうございます。ドピオさん、ベロリータさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カイドウさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その中でドピオさん、50億貯めたっていう話がちらっとあったかと思うねん。はい、ありました。どうやって貯めるのかなって思って冷静に考えました、今日私は。はい、はい、そこで資料を見ていただきたいんですけれども、はい、じゃじゃん、生産で1時間あたり建物が24の時と25の時と全然生産量が違うんですよ。倍違いますよね。はい、全然違う。全然違う。で、これが建物1個だけじゃないですよね。はい、4つになったらさらにたくさんになります。で、我々あのバフつけてるじゃないですか。はいはいはい、つけてます。で、バフの要因を全部拾ってみたんですよ。おー、まず通常の 25% アップのバフ、皆さんアイテム持ってますよね。 25% アップのバフ、はい、普段常に焚いてます。うん、これはもう、はい、常に焚いてます。私も24時間焚きっぱなんですけれども、これが 25% アップで、自分の研究ありますよね。はい、はい、で、研究で 15% アップと 55% アップ、合わせて研究だけで 70% アップあります。あと豊作の精錬、これで 10% アップ。あと VIP レベルあるんですけれども、 VIP レベルによっても生産量がアップします。ちなみに私レベル15なんですけれども、50% アップすんねん。やば。これが VIP レベル18までいくと、なんと 65% アップします。へえ。はいはいはい、はい、VIP 18ってなんか上がんねん。いや、生産のアップは1ごとにもすでに違ってくるねん。1上がる前に生産は上がります。なるほど。で、今私 VIP 15でトータルして155% アップのバフが常にかかった状態です。この状態で30日間資源を貯めたとします。そしたらなんとこの状態になります。どう、すごない？生産だけでトウモロコシ1億5000万いけます。生産だけで1億5000万。うん、トウモロコシが1億5000万、木も1億5000万、石が1億1400万。1ヶ月で、1ヶ月で全然足りひん。1ヶ月で1億5000万しかたまらんの。そう。え、これ年内採集ってことやんな。そう、年内採集。50億に全然到達せん。50億いこう思ったら何年かかん。でもね、考えてみてください。年内採集だけじゃないですよね。しますよね、1日やってます。はい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 、やっ、やっ、おー、おー普通やってますが返ってくるはずやねんけどな。おーってない。おーじゃねえよ。
いや、1日 2回ぐらいはやってます、毎週。どうですか、視聴者の皆さん、これどうですか、1日2回って。え2セット？ 5 舞台を2セットやるってこと？はいはいはい。少ないですか？少ないな。一応私が計算したのは3回と4回で計算してます。これは普通の王国で貯めたっていうのを仮定してるんで、普通の王国やったらレベル5とかレベル6がマックスなんかな。なるほど。1日3回、1ヶ月レベル6だけを採取したとして、トウモロコシで1億1300万。これが1日ね、4回やってみてください。4回やるとなんとここでちょっと跳ねます。1億5120万。どうです、どうです。まあ規律もですね、うん、規律もかな。なので頑張って1日4回レベル6の採取ポイントを1ヶ月したと仮定して、場内採取と普通の採取合計したのがこれです。はい、1ヶ月合計合計、はい、そうです、合計はい。はい、これトウモロコシと木が3億、石が2億、金が1億2600万。全然50億遠ない、遠い、無理や、奪おう。これを貯めたやつら奪っていこう。でもね、まあ1キャラとは限らんじゃないですか。サブキャラはスマッシュさんも作ってると思います。私もサブキャラいてます。ジョスさんサブキャラいてましたっけ？いけるけど稼働させてないです。いけたんや。2、3舞台ぐらいなんか隠れキャラいるんですけど、もう放置です。隠れキャラおんの？隠れキャラいるんですよ。そんなことないけど。イベントでなんかいたったじゃないですか、アイドルとやるみたいなイベント。はいはいはい。2舞台作ったのと、なんかまああとなんか2舞台ぐらいいます。全然別サバやん。1815にいるかいう話してんの。うん、ゼロです。ゼロなんかい。でもこれサブがメイン並みに育ってると仮定して、資源が24とかじゃなくて25まで育ちきってるとしたら、トウモロコシ50億で 16.4 体。4体で、うん、サブ4体 16.4 体。 16.4 体。どんな気持ち。え、サブが、あ、ごめん。金やったら39体。39体ってどういうことですか。現実にないやん。これをやれば50億たまんねん。え、それ1ヶ月でってこと？1ヶ月で。でも大体 KVK って2ヶ月ぐらい後に来るじゃん。あ、そう、それやったらこれ割る2やね。割る2やねって軽く言ってるけど。なんか現実見えてきた？どう？これで私たち次の4で KVK には50億1人持ってんじゃん。いやでも50億あったらだいぶそうやな、全然気にせずできるよな。うん、50億あれば、まあ次加速の問題が出てくるんやろうけど。え、サブキャラ作れっていうことですね、すなわち。でも俺今回思ったけど、サブはなんかアカウント別にした方が良かったなと思うな。俺一応同アカウントでサブ作ってるけど、切り替えがめんどくさいな。あ、確かに。お、そうなんですよ。その僕端末1個しかないんで、そうなんですよ。それなんですよね。なんかひじちょすにそれなんすよねって言われたらちょっと嫌なんやな。端末1個やっぱ変わった方がいいんですよね、アンドロイド端末。まあ今課金もなちょっと難しなってるしな。そうですね。はい、大体ね、これぐらいあればほんまに50億見えるかなっていうところで計算してみたので、次の KVK では50億は及ばなくてもちょっと貯めれるようにしましょうか。貯めれる？これ見て。これ見て、俺結局どうしたらいいんや。サブを作らないといけないですね。サブ作って採取する。うん、
まあ、あとはあれやな、ちょっと今回思ったんが白装飾、KVK のセークシーズンのショップにあるそう、青函金球って読むかな、ちょっと読まれへんねんけど、これとかは資源生産量 15% 上げてくれるんよ。なるほど。こんなんとかも結構チリツモよな。なんかほんまガチ勢の人ら結構これやってるの普段。へー。俺もこれめっちゃ、うん、地味にでかいなと思ってて、コイン65万食べたらいけんな。そうだ、俺はこれを次制服シーズンのコイン貯めて、シーズンコインだったかな、貯めて買おうと思ってる。やっぱ資源はな、あるに越したことないし。そうですね、今回資源問題がほんまにきつかったんで、ちょっと僕もそれ考えます。私も考えます。だからまあ VIP 育てんのと、この白装飾買うのと、今建物レベルが24の方は頑張って25にしていただいた方がかなり生産量は上がるので、ここも頑張ってみてください。はいはい、はい、ではこんな感じでみんなで資源貯めて KVK 頑張りましょう。ではまたね、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。